FC 東京、東京ドロンパさんにお越しいただきました。ドロンパさんは前回の2009年のルヴァンカップの優勝を経験していますが、優勝が決まった時のお気持ちはいかがでしたか？国立で胴上げを見ていたと思いますが、その時の感想はいかがでしたでしょうか？また胴上げされたいと思いましたか？新しくなった国立競技場での初の出没となります。意気込みを聞かせてください。ありがとうございました。活躍を期待しています。